やってみ、やってみ、いきますね。負けないよ。よし、頑張るぞ。サーブ、サーブ、来い来い来い、ね、イエーイ。え、いや、ちょっとまず佐野丸、佐野丸、え、あ、あ、今言った、え、佐野丸何、ちょっと鼻で教えて、鼻で教えて、何、何、何、明らかにアウトだろって今、え、まほら、今出たの、ほら、ほら、そこから先アウトだろって、ほら、え、それは知らなかったですね。ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さんだよ、本当にそれは違う、ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さんだよ、こ、昨日なんかここにさ、僕が置いたらさ、ここがアウトだとかってなんかさ、よくわかんないなんか説明してた人誰ね、言ってたよね、ど、ね、ね、言ってたよね。これはでもほら、明らかにもうコートから出たじゃない。じゃあ、じゃあアウトってことにしましょう。よっしゃじゃあ、この場合ちょ、いいよ、もう一回、もう一回サーブっていいから、もう一回サーブっていいから、そうだよ、それはやっぱりそうだよね、ちゃんとここがちゃんとコートだからね、ここが、ね、ほら、じゃあいきますね。じゃあどんちゃんちょうだい、これ今 1-0 だからね、次決めた、うわ返した、すげえ、いける、うわ、ちゃうやーうそー、めむかつくっていうかさ、僕も予想外すぎて超喜んでる、おー超すげえ、ごめん、本当に絶対打ちないと思ってた、ウィーなに、これウィーナスト P、 ナスト P、 ナスト P、 わかんない、手短すぎて、よっしゃこの勝負、サドバルの勝利、当たり前じゃん、だって3点勝負で入れ決めたほうが勝ちじゃん、ああこんなテンションの低い姫やだわほんとですか、そのドンちゃんがやってる、おっさんの席、おっさんのおっさんの席って17歳が出てくる言葉じゃないからね、え、本当にやるんですか、え、待って、え、超、え、じゃあなんかその後すぐにあのバカシーってなる前にすぐなんかやってください、なんだそれなんだその無茶振りなんかよく分かんない、なんで勝った方がちょっと負けちゃうよ、なんか没収していく感じ、なんだろうそれ、だからでも見せて、だからほら一応それで動画とか昨日撮ってくる人もいたわけ、僕のタカさんのモノマネを全部撮ってて、それをあの、あのツイッターに上げてる人もいたわけだから、でもやだよ、これはちょっと、いや大丈夫だ、秋元さんに怒られないでしょまあね、秋元さんに怒られないでしょ、ね、じゃあちょっと、じゃあちょっと、こちらに来て、ちゃんと、じゃあ、はい、じゃあ本当に超くだらないんで、本当にいいいい、じゃあ17歳のね、このドンちゃんが、ほら、もう佐野を見てるもん、おいつぶらな瞳で、ね、ドンちゃんがやる最近のモノマネ、おっさんの席、17歳のドンちゃんがやる、おっさんの席、ちょっと、じゃあよろしくお願いします、いきますリアルなやつじゃねえかよ、分かんない、ちょっとやや受けリアルなやつじゃねえか、姫でリアルなやつじゃねえかよ、もうダメよそんなことやっちゃ、中断さ姫が笑ってる、ほらすごい笑ってる、鼻かかえて笑っちゃったもん、ほら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 、じゃあもうせっかくなんで、いやいや何やらないよ、僕は勝ったんだから昨日高さんのモノマネやって十分なんだから、いや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 、りや見たかったらそんなのは細かすぎての YouTube をちゃんと見てくれたらいいから、それでそれはね、これ勝負だから、そう勝負だから、いやでも見たいよね、佐野丸もね、じゃあ分かった、僕がやったら、じゃあドンちゃん、はい、昨日やったみたいにあのゆる党のみんなと一緒に恋ダンスを踊ってもらっていいじゃん、あいいですよ、昨日練習してきました、いや、もう出たー、うわ、自信があるからそんな受け入れた昨日全然受け入れなかったのにそう、昨日ちょっと踊れなくて、台本にはそう書いてありましたけどと思って何が台本だよと思ってでも昨日練習してきました、練習したのね、はい、じゃあ分かった、僕がゴンさんのモノマネ1個やるから、そうしたら絶対やってよ、はい、やります、やります、もうほら待ってんだから、ちゃんとゆりとっていうか、キャラクターのみんながごめん ね、 ね、今日踊ってもらって、ぐんまちゃん長いよね、ねえ、ねえ、長いね、ほら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 、雪丸もほら長いよね、ほらね、雪丸も長いよね、ほら上田から来てんだよ、今日だって上田から上手い、上手い乗ってきたんだよ、上手い乗ってきたの、そうだ、当たり前だよ、本当に、ね、だって、モズヤなんかマダム進行持ってきて腐っちゃうよとか言いながら持ってきたんだよマダム進行、こうやって美味しいからね、美味しい、こうやって持ってきたからじゃあ、モンさんのモノマネやったら、はい、ちゃんと踊ってるよ、ちゃんと、はい、じゃあこれ、ゴン中山さんが本当にあの報道ステーションで古舘一郎さんがやった時ね、古舘一郎さんに本当に、ゴン中山さんが VTR 振りする時、 VTR 振りする時の、ゴン中山さん、これ本当にやったやつです、本当にこういうことです、はい、さあ古舘
さん、僕は今オーストラリアに来てるんですが、なぜ僕がオーストラリアに来てるか分かりますか？サッカーアジアカップ。さすがです、古田さん。いやー、さすがだ。いやー、見てください。なんとですね、後ろには海があって、その上には端から端まで橋があります。 VTR どうぞ。これ本当に言いました。意味わかんなくないですか？端から端まで橋があります。 VTR どうぞってどういうことですか？端から端すごいんだよ、あの人だから。大阪のスイタースタジアム、いやー、見てください。スイタースタジアム、新しいスタジアムですが、このせり上がりって言いますか？せり上がり。せり上がりですか？そうそう、そういう。じゃあやってくれるね。はい、やってくれる、ね、やります、やります。いい？じゃあ、わかりました。この恋ダンスをやっていただけるキャラクターを改めてお呼びしますので、みんな、じゃあキャラクターの皆さん、一度上がってきてください。拍手でお迎えください。ありがとう、佐野丸。いや、佐野丸うまかった。